遠い昔、私が人だった頃、時の皇帝は私を見初め、皇宮に招き入れた。民は私を愛してくれたし、私も民を愛していた。しかし時期に皇帝は欲に溺れ、国政をおろそかにした。民は飢え、国は荒れた。私は自らが愛した民に殺された。死にゆく私は不思議な狐に出会い、力を与えられた。幾度かの生を受けた後、私はとある島国の貴族の娘として再び命を得た。成長した私は帝に見初められ皇后となった。私は民を愛さない。私が受けた苦しみを民たちにも味わわせるのだ。その障害になる者はいかなる者も許さない。妻と子を上峰に残し京に帰還するためとも、父為吉との再会を喜ぶが、戦火はすぐそこまで迫っていた。貴殿の弟が京に入ったそうだな。父と息子のつながりはよほど深いものと見える。ご懸念には及ばぬ。拙者はとうに父とは縁を切っておりもうす。清盛殿もおつらい立場、心中を察しいたす。貴殿は父と弟と、それがしは叔父と刃を交わさねばならん因果なものよ。よう参った。お主の九州での働き聞いておるぞ。さすがは為吉の子よ。お主ら親子がこちらに着いたからには勝利疑いなしじゃ。明日の朝、正々堂々攻め寄せようぞ。頼長様、お願いがございます。この為朝に兵を100騎お与えください。たった100騎で何とする？これより敵陣へ夜襲をかけます。なんだと。おそらく敵は先手を打たんと準備を進めているはず。ならばこちらが先んじて動き、戦の態勢を我が方に引き寄せるが良策かと。ならん。敵の兵力は我が軍に勝り、率いる武将も我が兄義朝、平の清盛ら歴戦の強者どもでございます。正面から戦うのはあまりに愚策。黙れ。我らは卑しくも神院様をいただく軍ぞ。夜襲などという卑怯な真似は断じて許さん。しかし、くどい。そのような話もう聞きとうない。下がれ。九州はどうであった？京の都とは違って蒸し暑くもないですし、食い物はうまいです。この戦が終わったらぜひ父上もおいでください。ああ、孫の顔も見てみたいしの。今になってこんなところに呼び返してしまってすまなかったな。いえ、いつかはこうなると分かっていたことです。我こそは神前八郎ためとも。大将は誰であるか名乗られよ。下野の君、源義朝。兄上。